はい、皆さんおはようございます。続きまして JR 西日本のダイヤ改正情報を見ていきたいと思います。北陸新幹線金沢敦賀駅間の開業が目玉となります。金沢敦賀駅間開業に伴いまして、金沢行きの特急電車は、敦賀までの運転となります。名古屋からの白鷺号や、サンダーバード等も敦賀発着と変更となります。新幹線に関しては先ほど JR 東海の方で出した通りになりますので割愛いたします。特急やくも号ですね、岡山駅での乗り継ぎの時間が、見直し短縮となります。また4月の6日土曜日から順次新型車両が導入となります。スーパーハクトは大阪鳥取駅間増発、姫路で、新幹線とのスムーズな乗り換えができるようになります。奈良から大阪エリアの有料座席サービスが拡大、通勤特急楽楽大和が新設されます。有料座席サービス快速レシートが拡大となります。嵯峨野山陰線ですね、結構有名になってましたけど混雑ですごいことになっていると。嵯峨嵐山行きが大量に運転されます。また JR 夢咲線の朝通勤時間帯が増発となります。北陸新幹線の開業によって新幹線敦賀富山敦賀駅間は18往復金沢敦賀駅間は7往復運転となります。能登がかり火は引き続き5往復金沢から和倉温泉まで運転されます。またサンダーバードは25往復が大阪から、白鷺号は名古屋から8往復、米原から7往復運転されます。輝き白鷹ですね、こちら毎時1本程度となる合計14往復運転となります。さあ、敦賀駅の乗り換えは図の通りになっております。特急電車サンダーバードの敦賀金沢和倉温泉駅間、白鷺号の敦賀金沢駅間、おはようエクスプレス、おやすみエクスプレス、ダイナスターは運転終了となります。で、新幹線はもう先ほど JR 東海の方で出しておりますので、こちら割愛をさせていただきます。岡山出雲市間毎日15往復で運転となります。新型車両273系が導入されますと。スーパーハクト大阪鳥取駅間1往復増発、毎日8往復で運転となります。あとは先ほどの有料座席サービスですね、こちらもスタートいたします。結構人気みたいですね。で、嵯峨野山陰線が、嵐山行きの電車が大量に運転されて、夢咲線も増発となります。ありがとうございました。